皆さんこんにちは、青木美佐子です。今日はこちら表参道のピンクハウスさんに来ています。こちらにアルカリさんのお洋服があるのでご紹介していきたいと思います。こちらがピンクハウスさんの表参道店になっているんですけれども、こちらがピンクハウスさんコーナーがかなり広くあります。でこの辺がちょっと座れるスペースとかもあるんですけれども、中に行くとアルカリの場所があるのでぜひついてきていただければと思います。ちなみに今日私が着ているのもアルカリさんのお洋服になります。結構猫をテーマにした柄が多いので、猫柄とかお好きな方、猫を好きな方には結構おすすめのブランドさんになっています。あと結構こちら表参道店かなり広いんですけど、こちらがアルカリさんのコーナーになっております。ちょうどねレジの隣にある、かなり奥にあるので、まあ、ピンクハウスさんを通ってアルカリさんに来るみたいな感じになっています。で今回はこちらの新作たちをちょっとご紹介していきたいと思います。はい、ということで今私が着用している黒猫ちゃんなんですけれども、こちらちょっとグレー寄りのちょっとピンクのお洋服になっているんですけど、こちら色違いもあって、同じ形でちょっとこういう黄色っぽい色、明るめの色もあります。黒猫ちゃんがねすごく可愛らしくて、割とクラシカルでロング丈なので、私は今パニエをちょっと履いてるんですけど、楽に着れるアイテムになっています。あと最近出た新作ですと、こういうちょっとね猫ちゃんなんですけど、さりげない猫ちゃん、よく見ると猫ちゃんの柄になってるよみたいなワンピースも発売されてます。こちらはスカートもあるのでカーディガンなどと合わせていただけるものになっています。こちらにも可愛いお洋服がたくさんあるんですけど、こちらもねトワルドジュイ柄っぽいんですけれども、よく見ると猫ちゃんがいます。すごいなんかさりげない猫ちゃんなので、結構大人でも着やすい柄になっています。でこちらも色展開があって、ちょっとピンクカラーというかもあります。これもねすごく可愛いですよね、上品な感じ でロング丈なのでとっても着やすい柄になっています。あとはこちらです。こちらもね猫ちゃん柄になってるんですけど、ちょっとこうメガネをかけた猫ちゃんという感じ、サングラスをかけた猫ちゃんもいたりとかして、ちょっとポップな感じなんですけど、色味は黒だったり深めのボルドー系の色なので結構着やすいかなと思います。カジュアル寄りではあるんですけれども、こういう素材のものでもドットのチュールがついているのでカジュアル感はあるんですけど、ちょっとドレッシーな雰囲気のおしゃれな感じで着ていただけます。こちらもねスカートがありまして、濃い色と薄い色とあります。こうねワンピースの下とかに着ていただいても可愛いと思います。あとはこういうちょっとねロングめのアイテムなんですけど、アルカリさんのお洋服結構襟が可愛くて、これも大きい襟がポイントになっています。私のねお洋服も結構襟が特徴的なんですけど、こちらもちょっと黒なんですけどゴールドっぽい感じにだんだんになっています。こちらもねすごくこう可愛いですよね、ドレッシーな雰囲気があります。でこちらとあとはブラウスも売っていたりとか、あとまたまた猫ちゃん柄、これもさりげない猫ちゃんなんですけど、なんか食器とかねにありそうな感じの柄だと思うんですけど、よくよく見ると猫ちゃんがいるという柄になってます。こちらもちょっとこう大人っぽい柄になっていたりとか、形もね2肩ぐらいあるのでちょっとリボンがついたデザインだったりとか、フリルがいっぱいついたデザインになっています。で小物たちもご紹介したいんですけれども、バッグ
すごく使いやすいバッグ。これトワールドジュイっぽい猫ちゃん柄のバッグなんですけど、お洋服とセットで合わせていただきやすいバッグで、肩からもねこうかけれるバッグになっていたりとか、あとこれからねちょっと春夏になってくると、まあ、コートよりもカーディガンの方が着やすいと思うので、こういうカーディガン、リボンがたくさんついたカーディガンもあります。これとかすごく可愛くて、こんな感じでワンピースとね合わせて着ていただくとより可愛いカーディガンとか、あとはこういうちょっとねざっくりとしたニットっぽいカーディガン、こちらも結構パールとかがついているので、かなりデザイン性のあるカーディガンもたくさんあるので、ワンピースとセットで合わせていただくと可愛いと思います。あとは付け襟なんかも発売されているので、まあ、いろんな用途で使っていただけるかなと思います。はい、今回特別にアルカリさんから素敵なプレゼントがあります。私が今回この新作たちアルカリさんの商品から私が好きなアイテムを選ばせていただいて、それがプレゼントになります。私のね、SNS を見ていただいている方にプレゼントになります。詳細は概要欄の方をチェックしていただければと思うんですけど、まず、私が この中からね結構たくさん新作が出てるので選んだのがこちらです。じゃーん、こちらね3色展開のワンピースになるんですけど、黒もねあったり、あとベージュ系のカラーもあるんですけど、私はやっぱりピンク系とか紫系が好きなので、こちらを選ばせていただきました。後ほど着させていただきたいと思います。でまだねこれだけだと肌寒いので、もう一つカーディガンと合わせていきたいと思います。じゃーん、先ほども紹介したこちらのカーディガン、これちょっと紫ピンクの色味なので、今回の私が選んだワンピースともぴったり合うお洋服になっているので、こちらのワンピースとこちらのカーディガンを、プレゼントさせていただきます。応募方法は概要欄をチェックしていただければと思います。では私がこれに着替えていきたいと思います。じゃーん、こんな感じで着替えました。ちょっとこう紫ラベンダーカラーがすごく可愛らしいワンピースになってるんですけど、ちょっとねお袖も割とこう7分6分ぐらいの袖感なので、今の季節にぴったりなサイズ感と、あと襟元がすごくブリッとしていてとても可愛いです。で後ろ姿もこの感じで、こうねちょっと回るとこうふわっとするところがポイントです。で今回私が選んだのはこちらのラベンダーカラーのワンピース、そしてこちらのカーディガンです。でこちらのカーディガンはちょっと、リボンがこうついているカーディガンになっているんですけど、ちょっと透かし編みみたいなカーディガンなので、これから春夏にぴったりなカーディガンになっています。こちらをねこう上に合わせていきたいと思います。はい、カーディガンも着てみました。こちらピンクのちょっとこう青みピンクみたいな色味のピンクなんですけど、ちょうどねワンピースとのこう切り替えの丈感が一緒なので、こうセットで着ていただくとより可愛いと思います。こちらもアルカリさんの新作なんですけれども、こちらのね、リボン、私がこう所々にこうここに今はつけてるんですけど、これボタンホールにこうリボンを引っ掛けて、結んでいるものになるので、デザイン性のある襟があるものだと、まあ、上の方だとリボンが見えなくなってしまうので、この辺につけたりとか、お袖のところ端の方につけたりとか、こう移動させることができるのですごく便利ですよね。結構胸がねこう襟が大きいデザインのものとかも多いので、そういう時はこの辺に見えるところにリボンを移動させることができるカーディガンになっております。で後ろ姿はこんな感じです。結構リボンと、あ、このピンク色が青みピンクなので、今回の紫のワンピースともすごく合わせが素敵だなと思います。これでねピンクの小物とか、今回は靴はピンクハウスさんの靴を履いているんですけれども、こういう感じでピンクハウスさんの靴と合わせていただいて、
小物をピンクで合わせても可愛いと思います。はい、こちらワンピースを着てみました。ちょっとね、猫がこうさりげなくいるんですけれども、魚もいたりとか、ちょっと不思議な柄になってるんですけど、すごく全体的には大人っぽいバランスになってます。こう割とストンとした感じの形なので、パニエは履かずにこう楽な感じで履いているんですけど、結構長袖なんですけど、すごくサラッとした生地なので年中着れるワンピースになってます。はい、こちらも猫ちゃんシリーズの柄になってるんですけど、猫ちゃんがメガネをかけている、ちょっと斬新な柄になっております。お花とかリボンとかもあって、とってもポップで可愛らしいんですけど、色味が割とボルドー寄りの赤なので、すごく大人っぽい感じの印象なのと、あと襟がねすごく可愛いので、このフリッとした感じもとっても可愛いデザインになっています。はい、ということで、こちら表参道のピンクハウスさんにあるアルカリさんをご紹介してきました。いかがだったでしょうか。今回アルカリさんのお洋服を着させていただいてるんですけど、新作もとっても可愛いですよね。結構ボリュームのある素材感で、丈も長めなので、ピンクハウスさんを好きな方にもぜひ着ていただきたいブランドになっています。で、今回のキャンペーンは、私が選んだアルカリさんのお洋服を3名様にプレゼントさせていただきます。応募方法などは概要欄をチェックしていただければと思います。プレゼントになるのは、私が今着用しているこちらの紫カラーのワンピースと、あとこちらのカーディガンの2点を3名様にプレゼントさせていただきます。すごい豪華な商品キャンペーンになると思いますので、ぜひぜひ皆様応募していただければと思います。そしてアルカリさんの商品は、表参道のピンクハウスさんで見ることができるので、試着とかもできるので、ぜひ見に来てください。それではバイバーイ。